感謝のお仕事にお疲れ様です。花留チャンネルのネギちゃんです。今回夏園芸で楽しみたいって方、ぜひですね育てていただきたい品種があるんです。その名もペンタスでございます。はい、このペンタスなんですね、一つ一つ非常に小ぶりなお花なんでございますが、実はですねこのペンタスをまとまって植えるとあら普通的、なんとねすごいこのお庭を彩ってくれる、インパクトのあるお花になるわけです。このペンタスなんですけども非常にね夏の園芸ね、花苗としては非常に人気な品種でございますので、この機会にですねぜひですね皆様もペンタス育てていただければなというふうに思います。なので今回はですね初心者の方でもペンタス分かりやすいように丁寧に育て方お伝えしていきますので、どうぞ最後までご覧ください。なためチャンネル始まるよ。はい、ではねこのペンタスね簡単にご説明していくんですけども、このペンタスなんですが開花期はですね5月から10月と比較的長い間お花楽しむことができるんですね。でこれ暑さにも負けず夏でもですね非常に綺麗なお花咲かせてくれるということで、夏でも人気の園芸品種になります。基本的にこのペンタスなんですけれどもアフリカ原産でございまして、基本的には多年草でございますが、日本の気候に合わせるとなると1年草で枯れてしまうものがほとんどとなってしまいます。でこれ面白い花言葉があるんですけれども、これですねお花の形がなんとね星の形してるんですね。星の形をしているということから、なんとですね願い事、さらには希望が叶うという花言葉が付けられて、なんともねロマンティックな、そんなお花となっておりますね。でこのペンタスね、本当にね一つ一つのお花は小さいんでございますが、満開時にはもうこんもりとね、もう傘が開いたようにこんもりと美しいね花姿を見せてくれますので、大きな株になればなるほど見応えがある、そんなお花ということができますよね。そしてねペンタスの花色もね白、ピンク、赤、紫などと比較的お色味も豊富で、淡い色とかね品種改良も相まってですね、どんどんそういったカラーバリエーションも豊富になってきている、そんな現状でございますね。さあまずはねペンタスの栽培環境をお伝えしていきます。まずは置き場所です。ペンタスを育てる上で一番重要なのが日当たりなんですね。日当たりのいいところでまず育てるようにしましょう。なぜ日当たりの悪いところに置いてはいけないかというと、ペンタス日当たりが悪くなってしまうと日光を求めてどんどん花が伸びていく、ひょろひょろと伸びて徒長という現象が起こってします。この徒長が起こってしまうと綺麗な株姿からひょろひょろと伸びてちょっと乱れて不格好な株姿になってしまうのでお気をつけください。はい、では次にペンタスの水やりなんですね。ペンタスの水やり、基本的には根腐れに注意しましょうね。水の与えすぎ、これ根腐れの引き起こす原因になってしまうので注意です。ただし夏もう暑い真夏はですね水切れ、水がなくなって枯れてしまうということも起こりうりますので、夏場の場合は2回です。朝と夕方、気温が低くなる朝と夕方の2回です。2回に水やりを行っていただいて、厳しい夏でもお花をきれいに咲かせるように水やりを行うようにしましょう。はい、ではですねペンタスの肥料ですね。ペンタスの肥料ね、肥料を与えるのも比較的このお花をねきれいに咲かせるためには重要なことです。ただし真夏の暑い時期肥料を与えてしまうと肥料焼けといってですね植物かえって良くないという形になりますので、肥料を与えるのであれば夏を避けた前後ですね、はい、ちょっと気候が穏やかになったタイミングで月に2回ほど液体肥料を与えるようにしましょう。また固形肥料を月に1回与える、こちらもねどちらを選んでいただいてもいいです。ただしこれね一応肥料を与えるので重要なポイントが、しっかりと用法用量を守って与えていただくということが大事になってきます。お花を咲かせたいからといってちょっと用法よりも多めの肥料を与えていただくということは避けるようにしましょう。これによってペンタス生育悪くなって枯れてしまうという恐れもありますので、肥料は用法用量を守って正しくお使いください。はい、ではですねペンタスの病害虫をお伝えしていきます。基本的にペンタスがかかる代表的な病気としては立ち枯れ病と灰色カビ病でございます。この灰色カビ病は湿度が高くなると発生するカビなんでございますね。
葉っぱがどんどん黒くなっていって溶けてしまう。そういった場合にならないように、溶けてしまった部分は他に被害が広がらないようにカットしていきましょう。そして立ち枯れ病はですね、これもね菌なんですね。これ菌がもらってしまうと、これねどんどん下の方からどんどん枯れていって、たちまちね株全体が枯れてしまうっていう病気になってしまうんで、立ち枯れ病になった場合はちょっとね引っこ抜いて、ちょっと新しくまたねペンタスを育てていただければいいかなというふうに思います。またねアブラムシとか貝殻虫にもね被害遭れる場合がありますので、そういった場合はですねしっかりと市販で売られてる殺虫剤ですね、駆使していただいて、駆除していただければいいかなというふうに思います。はい、基本的にこのねペンタスを翌年も楽しみたいって方ね、お伝えしたいのが冬越しなんですね。基本的にペンタスって多年草で一応出回ってはいるものの、なかなかね冬を越すことができない、基本的に一年草で皆様ね、育てられる方多いんじゃないかと思いますが、基本的に冬越しをさせる場合は11月以降気温が5度を下回らないように室内に入れていただいて、窓際の明るいところで管理しましょう。基本的にこれを冬行っていただければ翌年暖かくなってきてからまたね株が生きて5月頃から生育ねまた取り戻すようになりますので、冬越しを成功させるためには室内で5度以下を守る、5度以下にならないような生育環境を整えてあげるということが大事になってきますので、こちらを守るようにしてください。はい、ではねここね最後にね2つだけペンタスを長く楽しむコツとして、まず1つ目、こちらね植え替え、これね絶対行うようにしてください。植え替えを行うのはですね、根っこが詰まってきたらタイミングと、まずは1年から2年に1回ぐらいのタイミングで二回り大きい鉢に植え替えをしっかりと行いましょう。基本的にねどんどん育てていると土の栄養分ってどんどんなくなってきますね。そのままにしていると病気にもかかりやすくなりますよ。はい、ということで植え替えの際には基本的もう絶対守っていてください。新しい土を絶対使いましょう。清潔で綺麗な新しい土を使ってまた2年の促進させるね、ペンタスを成長させましょう。はい、で植え替えに適した時期が5月ですね。はい、生育が開始する5月にしっかりと植え替えを行っていただいて、そこからどんどん成長加速させるために5月ですよ、5月、こちらのタイミング守って植え替えするようにしましょう。はい、でねこれペンタスの剪定も大事になってきます。ペンタスの剪定ね結構成功性でどんどん茂ってきます。梅雨前とかに一回ね切り戻しといって半分ぐらいねカットしてもいいでしょう。風通しを良くして蒸れを防ぎましょう。そして冬越しの際にも10月頃になりまして、11月近づいてきたなってなったら室内に入れる前に半分ぐらい刈り込みましょうね。この剪定を行って冬越しをすることで成功率グッと上がりますんで、ぜひお試しください。はい、で最後にねこの花がら摘みも非常に重要になってきます。基本的にペンタスってねお花が終わると種をつけるために栄養分をねそこで使ってしまうんです。そうなってくると翌年お花を咲かすためのエネルギーどんどん消耗していきますよ。翌年もお花を咲かせたいっていう方、ぜひですねお花が枯れたらすぐにカットしていただいて、そこから脇芽も促進ね、成長できますし、エネルギーしっかりと蓄えることできますよ。はい、なので花がら摘み、こちらね花が終わったらすぐ切っていただいて、エネルギーをですねぜひ蓄えるようにしてください。はい、ということでね今回もですねこちら夏に楽しんでいただきたい園芸品種ペンタスお届けしましたよ。一つ一つは小ぶりなお花ですが、育てれば育てるほどしっかりと立派な株姿になって、お花も立派になっていくこと間違いなしなんで、ぜひ楽しんでいただければいいかなというふうに思います。はい、では今回もですね最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画良かったよって方、グッドマークぜひお願いします。そしてこれからもね有益な情報をどんどん発信していきますよ。皆さんチャンネル登録ぜひお忘れないようにお願いします。そしてネギちゃんこんなことまたは教えてって方ね、ぜひコメントからどんどんお寄せくださいね。はい、丁寧にお返ししていきますんでね。はい、ということでまた皆さん次回の動画でお会いしたいと思います。夏バテに気をつけて、それでは花ナイスデイ。